ガオガエンはしっかりと威嚇に戻してきました。そこ刺さりどうだガオガエンの。でもね、結局炎 Z にしちゃった。ただ真ん中ゲロ重くなったな。サンダーとかでごまかすしかねえわ。うわー、あいつカプコ結構うぜえマジで。どうしよう。サンダーレヒレハッサム、これぐらいしかないよな。いやこれ無理だ、コケコが。いやコケコ切りてえ選出から。ただ刺さってるかな、うちのパーティーに。ランド出したくないけど出すしかないか。ランドレヒレラス1、サンダーかハッサム、最悪ガオガインでもいいか。噛み続き対策のポケモンが欲しいんですよね。サンダーの方がワンチャンは取りやすそうか。これでいきますか。はい、はい、対戦よろしくお願いします。さて何から来るかな。ちょっと待って、タッチペンどこ行った。タッチ、え、ちょっと待って、机の中がなんか引っかかってる。カバルドンも OK。はい、すみません、お騒がせしました。タッチペン見つかったわ。ここは畑ですね。畑を落として裏のポケモンが、まあ、誰かによるんですが、ここはまず畑を落とせ、畑からのトンボでリヘにつないでっていう展開をしたいんですが、あくびから入ってくるか、ステロから入ってくるか、お盆の方か、ステロから来ただったら自信で削りましょう。あくびだったら即トンボなんですが、ステロから入ってきた場合は一旦猶予があるんで、ここは自信。ただね、嫌なのがあれなんだよな、これ結局紙続きがまあまあ重たいんで、どうやってもどうやっても重たい。あくび、はい、できればこのカバをねサンダーで突破するのが理想なんだよな。トンボ返り、お、引いてくるか。誰だ、ギルガルド。またよくわかんないとこが来たな。これラスト噛み続きは多分ないかな。サンダー重いよりちょっと、あと顔がえんもラスト拷問だと思うんだよな。ここでガルド投げてくるか。まあ交代が濃厚だからってことですかね。せっかく顔がえんも誘いたかったってこと。砂ダメ食らうけど残飯があると。アイテム残飯か。じゃあ自然の光でいいかな。突っ張ってはくれた。はい、でシャドウボールと。このチャイ結構不毛っちゃ不毛だからな。 D ダウン引かなければそんなだけど、あんまりレヒレが消耗しても面白いんだけど、ボーマンダーかどうかだよね、ラストが。まあ、最悪マンダーはサンダーでなんとかしよう、波乗り通る。OK、ここは禁止は張ってこない、波乗りが通った。まあまあ痛いな。じゃあこれで回復できるようになったから、砂がなくなって。連打だね。挑発をしてもそんなにここまで来てくると美味しくないからな。結局ここで一旦キングシールドは晴らしちゃうわけだし、キングシールド張ってみる次殴るっていうのは挑発しようがしまいが一緒の動きなんで、だったらここは、まあ、多分殴ってこないけど殴ってきた場合に通る波乗りでいいはず。挑発はする意味がない、このターンに関しては。もっと前のターンだったら意味はあったけど、オケ通る。レガルドは突破したでしょ。問題はカミツルギだな。ボーマンダはまだなんとかなると思うんだよね、まだね。なんとかなるかな、本当に。ボーマンダ一回待ってくるかどうかだよな。お
さ、待ってくる場合にサンダーに引いちゃうと美味しくないんだよね。だからこうムーンフォースをそう殴ってくるんだったらこうサンダーだけでワンチャン取りに行きたいんだけど、あー殴ってくるか、70からじゃ耐えないよな。リチリとかったらワンチャンないね。はい、ここからはねサンダーに頑張ってもらうゲームです。一応マンダーメタのサンダーではあるので、メタってほどではないんだけど、一応戦いとしたらこいつだからな。ここは毒、セネキ麻痺のワンチャンはもうここまで来るとあんま関係ないから、毒で殺すぐらいじゃないときつい。ゲームはいい、オッケーオッケー。今一応待ってない状態だから、次の八つ当たりぐらいは耐えてくれると思うんですよ。だからこれ毒で消耗させて勝つしかないからな。でもねガンガン待ってくるんだけど、ここでボールチェンジでもどうせステロで削られるだけなんで、もう突っ張ります。跳ね休め、お殴ってくれたからラッキー。これ絶対落ちないっしょ。硬い、さすがサンダーで5つ目も入って跳ね休め、まあ、このね対処法はどんな漫談にもできるわけないし、正直ガバガバなんだけど、まあでもサンダーでよかったね。これは連れてきたのが、そう、これはあくまでごまかしなんだけどもう勝てれば何でもいいよな。で羽、はい、ありがとうございました。またなんかコース早かった気がしたけど、まあ相手的にはきつかったのかな。ありありのありでした。はい、対戦相手の旗が見つかりました。相手のパーティーがリザグロス、コケコランド、テテフ、スイ君ということで、これガホガエン意外といけるんじゃないか。どうだろうか、ガホガエンから入ろうかな。ガホガエンでランドだった場合に引き先が欲しいんで、こっちもランドロスを出すと。でスイ君が嫌なんでサンダーあたりか、それからリヒレでも悪くない。でもちょっとグロス舐めすぎ委員会だな。ガオハス、あれか、ランドを抜いてリヒレにするか。リザードン Y の可能性一応あるからな。いや Y の可能性あるか、これ X っぽくないか。これ X だと思うな。これでいこう。これちょっと大丈夫かな。はい、対戦よろしくお願いします。いやね、ちょっとね、やっぱ病気かかってるわこれ完全に。気づいたけど進歩系出したい分またかかってる。バンギの次はガオガエンかよ。これガオガエン、いやもういいや、かも何も考えねえわ。もう行くこの戦術で。おカブテテフは願ってもらいたいね。格闘 Z とかも知らんぞ、それはもう知らん。 Z ぶっ放してもいいぐらいだな。ここ Z 押さなきゃ倒せないテテフもいるしな。ここぶっ放すで、ダイナミックブルーレイム。ガオガエンやっぱここが強いね。炎悪の強いところ、悪タイプなのにフェアリー耐性があるのが強いところだからな。ただテテフの技範囲はバグってる。ムーンフォース半分入るんだっけ。あれなんかパワー悪くない。うわ C ダウンとかズルじゃねえか。はい、メガネとのパワーでもない気がする。助けとか、あ助けじゃない、オッケーオッケー。めんどくさいテテフをバンバン、これは強いな。これもリザードンがさ X だったらいいんだけど、 Y の場合がマジで積んでんだよな。でも戦術段階で積んでるからね、どうしようもない。正直マジでどうしようもない。おクロスオッケー来た。でもアムハン持ちの可能性考えられなくはない。そもそもこれさ、ガオガエン残す理由ってあんまないよね正直。ラストがなんであれ、だからここはもう突っ張ろう。フレアドライブ、ケコの場合はパスが受け前を潰しないととりあえずいいから。ホントかそれ、あいへい、いやこれさすがに耐えるだろう。ガオガエ舐めすぎだろ、いくらなんだよ。フレア、ただこれも落とせないかもね。絶対落ちないわ、落としたらすごいもん。落とせないけど十分すぎるダメージ。いや分かってるよ、ちゃんとフィールドあるの分かってるかな。バレバレなんか押さねえぞ俺。ちょっと待ってよ、お前らなんか期待しただろ今。いや押さねえから、サイコフィールドご存知ですから僕。ここ
ここでトンボ返り、ちょグロス残してくる可能性がこの HP でもありえるからトンボ返りをする。あれ突っ張ってくるか、これちょっと昼間せに来ていいぞ。ラストコケコの時が美味しくないんだよね。アムハン持ちか、オッケーじゃないな。いやまあいいやいやオッケーなんだけど、アムハン打ってくんのか。あーまあ交換とかあんま考えなくてよかったかな。剣舞積みまくるのもよかったけど、剣舞積んでコケコ来た場合がきつかったんだよね、フィールドがあるから。そういう意味ではリキリから入ろうかなと思ったんだけど、それはそれで死んだしコケコがまあまあ嫌だったりするんで、まあどっちもどっちって感じですね。コケコか、ちょっと待って、やらかしたかも俺。ただただの10万じゃ落ちない。 C ダウンまで考えるとムーンフォースだな、ここ。これは耐えます。あれ、なんだこのコケコ、なんだ、メガネ、なんか今すげえ変な発音したな。メガネ、パレットパンチ、これ乱数だからな、 HP ムーブリコケコは。あ、でも落ちそう。あ、メガネっぽいね。メガネ10万は耐えたはずなんで、はずだね。あ、強えわ、メガネコケコ。バケモンじゃん。でも、しっかり耐えるハッサンもバケモンだな。しかも、これは明らかに落ちそうな。だってこれ 53% ぐらい入ってんじゃん。47% 引かなければ落ちるぞ。対戦ありがとうございました。ギリギリ。ギリギリすぎる勝負。ありがとうございました。